はい、どうも皆さん、こんにちは、ヨヨンでございます。みんなで空気読みやっていきましょう。さあ、今回は、前回第20問まで行ったんで、空気読みでやれば、続きからできるのかな？続きからってあるね。よし、じゃあ続きからで行きましょう。これ第20問かな。あれ？待って、20問が飛ばされ、あ、いいんか、これだったよね。おはようございます。あ、見ちゃった見ちゃったよ見ちゃダメなの。ああ、黄門様、黄門様、この門どころ目に入らぬか。おっと、歩くの遅いっすね、シーコちゃんお前煽ってんだろ。あれ、あ、後ろのこと歩けろんそれはダメか。どっちなんだろう、本命どっち。てかどっちも本命じゃないんじゃない、あれ。今日はデートでーす。そろそろ彼氏と思っ、ん？彼氏と思っていいのかな？アニメを見に行こうとするので恋愛映画にさせました。男の子って本当に空気読めない。彼ったら勇気を出して手を繋いできた。もう私たち付き合ってるよね。あ、今回女の子の方なんだね、自分が。行きますか？あ、行けなかった。時間切れになっちゃった。いにゃいかなくて、そういうのは女からやるんかな。いや、不審者だ。不審者のような動きをしやがって、後ろ向きで歩いてったよ。そこはかとなく読めてるっぽい。皇后様はい、第26問。誰かイエロー役をやってくれないか。ああ、はい、じゃあ私やりますなんかイエローっぽいよね。うん、レッドではないと思う。お前イエローって感じだな。違う、上じゃない、ミスったミスった上じゃねえだろ。え、手、いや、え、手、これは手だ。下にあれあるもんね、テトリス。なんでテトリスにロボットいいんだよ。脳内占いで君の腕を見てあげるね。わあ、楽しみ。君エッチいね。消しちゃうってのもね。右向け、右、右がどっちだ、こっちか。合ってるよね。あ、合ってるよね。うんうん。お、程よく読めてるっぽいね。第31問。バーバー、バー。何これ、意味がわかんないのか。頭超光ってたんだけど。いや、バー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 でいいよ、じゃどっちも今入れなかったんだよね、確か。はい。あ、違う、A ボタンじゃなかったか。ミスった。取れなかったよ。ワリオが取るやつもあるよね。メインドインワリオで、チッて、ね。君が、手術に勝てるように、明日のホームランで、打つ。あ普通にミスったよ。え、打てたんかな、今。タイミング悪かったから。くそー。いってちょっと顔面キスしてんじゃん、あれ。第35問。じゃあ40問まで今回もやってみましょうかね。これが最後のボールだ。絶対に当てなくっちゃ。コントロール下手くそすぎだろ。なんでこっちが空気読まなきゃいけねえんだよ。ほんとやんわりと読めてるっぽい。ほんとやんわりとってんだね。だ、第36問。これもメインドインワリオっぽいね。あ、結構ずれてんな。あ、結構ずれちゃってんな。こうか。いや、ここ空気読んで引っかかるんじゃない？真ん中のやつが。いや、真ん中ってのはね、意外とね、簡単なんだよね。端っこのね、一番前の人とかはね、一番辛いからね。よろしく空気読んでるね、あいつね。あいつ多分ね、抜け出したいんだよね。抜け出したくても抜け出せないんだよね。
いやー、これは答えがわからない。どうすりゃいいのかわからないね、あれは。ジジイだよ、起きろ。これどっちかというとね、自分起こす側じゃなくてね、やっちゃう側かな。あの、よずれてんだよな。あからさまに読めてるっぽい。あからさまにね。はい、ということでこれで40問かな。そうだね、次41だね。よし、じゃあ今回はじゃあここまでかな。また次回41からやっていきましょう。あら、今度女の子バージョンじゃないですか。中断しますか。はいはい、ということで、いや空気読み面白いなこれ。めっちゃ面白いね。ぜひ面白いと思ったからこれ、めっちゃ安いんでね、スイッチで購入してみてください。ということで、じゃあ今回はこれでお会いしましょう。また次回ね、さっきの続きからやっていきましょう。では皆さん、さよなら。